グレースフランキーは2015年から放送されているアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ。互いの夫同士が同性婚することになったグレースとフランキーを描く。制作葬式はマルタカウフマン。出演はジェーン・フォンダ、リリー・トムリン、サム・ウォーターストン、マーティン・シーンなど。2015年5月にネットフリックスオリジナル作品として全世界で配信された。 最終第7シーズンの制作が決定し、ネットフリックスで最長のシリーズとなっている。家族ぐるみで仲の良かったグレースとフランキー。しかし互いの夫であるロバートとソルが20年前から同性愛の不倫をしていると告白する。二人は離婚して同性婚したいと言い始め、グレースとフランキーの生活は一変する。グレースフランキーの主要キャスト、冗談左からジェーンホンダ。 リリー・トムリン、サム・オー・ターストン、マーティン・シーン、ブルックリン・デッカー、イーサン・エンブリー、ジューン・ダイアン・ラファエル、バロン・ボーン。各シーズン前は一斉配信2014年3月、ネットフリックスは、ジェーン・ホンダとリリー・トムリンが主演を務める本作の13、エピソードをシリーズ化する契約を最終決定した。キャストの発表は2014年6月に始まり、 徐々に全貌が明らかになっていく。シーズン1の撮影は2014年8月初旬にカリフォルニア州ロサンゼルスで始まり、11月下旬に終了した。シーズン2の制作は2015年7月に始まり、同年11月に終了した。2019年9月に第7シーズンを最後に完結すると報じられた。本作のシーズン1は、 映画批評集積サイトの6点トマト図に39件のレビューがあり、批評家支持率は56%、平均点は10点満点で6.42点となっている。また、メトクリティックには27件のレビューがあり、過重平均値は58、100となっている。シーズンには映画批評集積サイトの6点トマト図に11件のレビューがあり、批評家支持率は91%、 平均点は10点満点で7.34点となっている。また、メトクリティックには6件のレビューがあり、過重平均値は62、100となっている。シーズン3、4、5、6は映画批評集積サイトの6点トマト図にて、批評家指示率が100%、平均点は10点満点でそれぞれ7.5点、8.42点、6.33点、6点となっている。 ありがとうございます。